X-14 ベルタイプ 68V トール X-14 はアメリカ空軍アメリカ航空宇宙局が試験していた垂直離着陸機。開発はベル社、社内モデル名称ベル681957年2月19日発飛行。水力変更方式の機体であり各種の試験に用いられた。ベル社は V トール機を社内開発しており ジェットエンジンを回転させる方式の試験機モデル65は1954年に初飛行し垂直離陸に成功していた。これに着目した空軍はこれを発展させた機体を実験機として臨み1955年7月に X-14 として開発契約が結ばれた。X-14 は水力変更方式の V トール機であり2機の ジェットエンジン廃棄を下方向に変更させ、垂直離着陸を行う。ジェットエンジンは機種に搭載し、排気口は機体中ほどにある。胴体末端と主翼端にもガスを導き、姿勢制御を行うこととなっていた。機体そのものはキャノピーが省略され、主翼と膠着装置はビーチボナンザから、尾翼は T-34 メンターから流用されるなど、簡略化されていた。 X プレーンとしては唯一の開放式操縦席を使用する機体である。1957年2月17日に初飛行として垂直離着陸に成功し、1958年5月24日には船員飛行にも成功している。1959年からは NASA のエイムズ研究センターで試験が行われた。同年中にはエンジンを アームストロングシドレ例バイパー8から GEJ85GE-5 に乾燥し名称も X-14A に変更された。1971年には GEJ85GE-19 に再乾燥し X-14B に名称変更されている。1981年5月29日に着陸事故を起こし修復が不能となったことから 機体は放棄された。1999年まではスクラップ置き場に放置されていたが、その後は民間人が機体を取得している。X-14 は実験機としては異例の24年にもわたる長期に使用され、V トール機に関する多くのデータと有用な情報をもたらした。X-14A は NASA で月面着陸の軌道に関する研究にも用いられ、 X-14A の制御システムは月面着陸機のもののもとになった。初言性能。ありがとうございます。